日々の指針、18日の指針。外部からの援助は人間を弱くする。自らの手で自らを励まし、何事にも屈することなく勇気づけようとする精神こそ尊いものである。人のために良かれと思って援助の手を差し伸べるときは、よほどの読みが必要である。相手の自立の気持ちを失わせるようであっては、かえって援助がマイナスとなって働いてしまうからである。人生は自分の手によってしか開けないものであるということをよく知ることである。